大将、はい、すいません、今日はですね、肉玉うどんってできます？了解です、うどんできます、美味しいよ。え、もしかしてこれ湯がいてるんですか？そうそう、湯がくと何か違うんですか？秘密です。ちょっとご主人、はい、こんなチーズ乗せて大丈夫なんですか？やめましょうか。いや、そういうことじゃないです。チーズって合いますよね。うどんチーズ、柔らかいもん同士で合うんじゃないですか。こちらの10番さんってチーズをその中に入れるタイプなんですね。はい、中が一番美味しいと。はあ、はあ、あの外派と中派があるじゃないですか。中に入れるとどういったところが美味しくなるんですか？やっぱりあの野菜とか麺と、はい、一番絡むのって中だと思うし、うん、美味しいのが一番中じゃないから、いろいろやってみたけど結果これです。いやー、お兄さんも、はい、うどん意外と美味しかったですね。うどんね、うどん僕も大好き、はい、結構あの蕎麦の方が主流じゃないですか。そうね、うん、でも地元の人とか結構うどんの人が多いですね。へー、いやー、本当うどん美味しかったです、ありがとうございました。いいえ、どうも。あのところですごい気になってたんですけども、はい、お兄さん、あの赤ヘル軍団ってこのメニューこれ、はい、はい、カープファンなんですね。まあ生まれた時から広島なんで、普通でしょ。じゃあカープの選手で誰が好きなんですか？誰が好き、あの結構こう交流があって、
っぱ気になって頑張ってほしいのは石原くん。あー、キャッチャーの。キャッチャーのね。へー、はい、じゃあこの10番というお店もなんかカープの選手の背番号1なんでなんですか。あ、全然関係ない。え、全然関係ないですね。関係ないです。関係ない。これなんで10番。10番、あ、10番ね、巨人の、あの安倍晋之助の10番。え、巨人。巨人。